こんにちは、ビジュアルクリエイターのマイク横浜と申します。このビジュアルクリエイターというのは写真を撮ったりビデオを編集したり、あるいはウェブサイトの企画運営をする仕事です。私がメインでやってたのは写真を撮る仕事だったんですけども、写真は当時って言えば、私が始めた20年前はポジフィルムというフィルムで撮ったものに、あ、この写真がいいよって、適当に丸をつけて編集者にお渡しすると。そうすると編集者がトリミングをしたりちょっと補正をしたりして紙面に載るという仕事を長くしていました。で、最近ですね、直のお客さんっていうんですけど、そういう広告代理店とかデザイン事務所ではなくて、直接のお客さんと話をする機会が増えて、今までのようにポンと、最近だとデジカメデータなんですけども、デジカメデータを渡してそれで仕事が終わりっていうことが多いんですが、なかなかうまく使ってもらえない。で、どこに問題があるのかなということを僕なりに考えたときに、情報という言葉が3つのレイヤーといいますか、段階が分かれていて、その段階が今まで僕が業務で扱っていたクライアントの場合はデータというフォーマットの状態で渡しても何の問題もなく処理して紙面に載ってたんですね。ところが今、あまりその情報産業じゃない方に渡す場合はデータではなくてインフォメーションの形にしてお渡ししないといけない。で、インフォメーションの形っていうのはデータという膨大なものを一旦、ふるいにかけるといいますか、加工したりいろんな形で分かりやすいところに絞り込む、これが情報です。そしてそれに、写真で言えばキャプションをつけたりトリミング指定をつけたり、それを実際に活かしやすい目に見える最終段階まで落とし込んだものを渡すと。これは日本語だと情報って言いますけども、英語ではインテリジェンスって言うんですね。 CIA っていうセントラルインテリジェンスエージェンシーっていう、あれは中央情報局って日本語で訳してるように、インテリジェンスっていうところまで落とし込まないと金儲けにならないというのが最近分かったことです。ご清聴ありがとうございました。